K1 ファイターの浦部博司選手、30日まで、モデルタレントの高橋優、29、が28日、第一子となる男児を出産した。29日に、自身のブログで報告した。高橋は、昨日、第一子となる男の子を出産しました。母子ともに健康ですと報告。大きな産声を上げて元気に生まれてきてくれた、私たちの奇跡。生まれてきてくれてありがとう、私たちの元に来てくれてありがとう、と夫婦ともに胸がいっぱいですと喜びを綴った。続けて、これから訪れる私たち家族の未来がとても楽しみですと思いを記し、生まれて1日経った今でさえ成長を感じる大切な時間。かけがえのない子の瞬間をかみしめながら、これからの彼の人生を家族一丸となって守っていこうと強く感じていますと決意を新たにした。最後は、妊娠中から見守り続けてくれた皆様、関係者の方々、ありがとうございますと感謝し、出産前後も今もなお寄り添ってくれている夫にも感謝が止まりません。今後とも私たち家族を見守っていただければ幸いです。よろしくお願いしますと呼びかけている。飛ぶ選手もブログを通じて、昨日待ちに待った我が子が誕生しました。妻にも息子にも本当に感謝です、ありがとうと伝え、今後とも私たち家族を見守っていただけると幸いです、よろしくお願いします。子供の名前は妻高橋優の YouTube チャンネルで発表します、お楽しみにとメッセージしている。二人は2018年7月に日本テレビ系バラエティ番組行列のできる法律相談所の番組内で浦部選手から高橋に公開プロポーズし、同年10月に結婚。昨年5月にハワイで、7月に都内で挙式。9月放送の同番組に出演した高橋は第一子妊娠を発表した。